本日展示いたします。ハウシングドリル隊は第18期航空学生から基本教練の一環として始められ、第23期航空学生以降世界での展示を行われ現在に至っています。ハウシングドリル隊は指揮官の号令のもと 3.4 キログラムの発射小銃を自在に操りながら体型を複雑に変換し、規律を守るところ、協調性、団結心などを含むために、今日まで約50年間、航空学生の伝統として受け継がれてきました。それでは、ハウシングドリル隊による一挙手一投足揃った演技、演奏をご覧ください。衆議院議員森山裕様およびエアーメモリアル in 金谷実行委員会代表2名様に対し捧げつつの敬礼を行います。ご登壇お願いします。
ントです。音楽を控えめにすることで銃を操作する音がより一層際立ちます。一糸乱れぬ演技にもご注目ください。次は音楽隊のソロパートです。バスドラム、スネア、シンバル、タムが織りなすダイナミックなテンポとリズムをお楽しみください。次は波を表現した流れるような重奏をご覧ください。怒りが完成しました。ここで今回のソロパートを務める学生を紹介します。怒りの先端にご注目ください。華麗な銃さばきをご覧ください。
次に披露します技はリズム2です。スピード、テクニックが求められる高難易度の技をご覧ください。使用している M1 商品および、エアーミモリアル in 金谷実行委員会代表2名様に対し、捧げつつの敬礼を行います。ご登壇お願いします。Thank you.